ソウルファイティング、今回も豪華ラインナップでお送りしております。続いてお送りするのは日本スーパーフェザー級3位の中村金蔵選手、そして東洋太平洋フライ級9位の小林洋介選手です。中村選手、日本、どうもこんにちは、はい、この夏にも日本タイトル挑戦と伺っているんですが、それに向けての今日の試合の意気込みをお願いいたします。そうですね、周りの人がいけるだろうみたいな、はい、ふうに思ってくれるような試合ができればいいですけど、はいはい、そのように練習はしてきたんで、もう出すだけという感じですか、はい、出れば間違いないです、はい、頑張ってください、はい、続いて小林選手、はい、まだ20歳なんですよね。そうです。もうその注目の若手の選手ということで、はい、私たちは勝手に中部地区の秘密兵器と呼ばせていただいているんですが、はいはい、今日の試合はどのように戦いますか？そうですね、まあ、いつも言ってることなんですけど、はい、まあ、僕は KO で一番倒したいんで、はい、まあ、前回 KO できなかった分、今日必ず KO するんで、はい、そこらへん見てほしいですね。頑張ってください。その小林選手の KO をでは期待しましょう。それではこのお二人の試合をダイジェストでご覧ください。榎本ジムの中村金蔵対相模原米倉ジムの中村典人の一戦です。10回戦第1ラウンドが始まっています。ブルーのトランクスが中村金蔵、そして黒いトランクスが相模原米倉ジムの中村典人です。両者ともにオーソドックスタイル。中村金蔵の方は現在全日本スーパーフェザー級の3位にランクされています。ちょっと足を止めてお互いこう打ち合っていると、このペースは渡嘉敷さん、これ中村典人の方の望んでたペースですよね。そうですね、お互いのパンチが当たりますから、はい、おっ、中村典人が攻めていく。取ってやった方がいい。もっともっと手数が欲しい中村金蔵。足止まってますもんね。そうですね、もっと動いていきたいですね。だから素質はね、かなり金属あるんですから、自信持ってますよ相手も。第5ラウンド、逆に中村典人の方が攻勢に転じます。しかし金蔵もプレッシャーをかけていく。第5ラウンド残り30秒。いいですね、試合が盛り上がってきましたね。はい、激しい打ち合いになっています。中村典人も頑張っています。おお、いいですよ。さあ、今いいですよ、最後です。今効いてますよ、これチャンスですね、8ラウンド。ボディまで持っていきたいですね、ボディまで。一気に決めに行けるのか中村金蔵、ブルーのトランクス。いや、だけど中村典人、いい根性してますね。典人も頑張っています。いい根性してますよ。はい、どっちか前に出てたくさん手出してるったら典人の方がたくさん出してますからね。そういう印象ですね、うん、だけどこのまま勢いだったらラストまで行きますよ、この勢いで。典人の右でちょっと顎が上がりました金蔵。両者ともリング中央に飛び込んできて、のっけからこの激しい打ち合いです。今日中村典人の方としては、はい、勝っても負けても今までのベストファイトでしょうね、これが。そうでしょうね、うん、と思いますよ、はい、プラスになりますね、この試合は、自信つけると思いますね、はいはい、逆に金蔵の方はちょっと課題が残ってしまうという、うん、そういう試合ですか。だから悪いところは後から自分で見て分かると思うし、ジムの会長もね、榎本さんも言うと思うんですけど、ぐらついた、ぐらついた、うん、さあ金蔵の感じが上がってきた。最終ラウンド効いてますよ、一気にまとめにいけるか金蔵。ここはノックアウトで下したい。日本タイトルに向けて中村金蔵、ここは倒して勝ちたいんです。典人頑張ってますね。そう言っていた中村金蔵ですが、典人も頑張っています。ラスト20、そのラスト20、左のロン、右のロングフック、しかし典人頑張る、典人も頑張ります。典人頑張りますね。もう残り時間がありません。ものすごい打ち合いはどうやら判定に持ち込まれるのか。 120% の力出してますよ典人、そうですね、はい、ここで試合が終わりました。この試合は判定に持ち込まれます。素晴らしい。勝者中村金蔵。中村金蔵です。中村金蔵が判定で中村典人を下しました。最後の採点をお知らせいたします。レフリー坂井谷97対90。